はい、夜の南阿蘇へやってまいりました。こちらの方ね、ご覧のように明かりがございまして、夜でもサビキなどが楽しめます。夜のサビキ、夕方から夜にかけて、ね、の浮きサビキ遠投して棚6メートルぐらいを狙うとアジが釣れます。こんな感じですね。あと西側の石畳、こちらの方でも夜さびき夜釣り楽しめます。浮きさびきですね。遠投ベタ底狙いでこういったアジが釣れております。狙うのはそこ付近、棚6メートル前後で狙ってください。よいしょ、サビキですかね。そうです。はい、アジとサバが釣れております。こんな感じで、デカアジも釣れたのですが、野良猫にやられたそうです。残念です。気をつけてください。